今夜のクレヨンしんちゃんは夏休み2週連続特別編、キャンプに行った野原一家、そして不思議な女の子と出会ったしんのすけ。あんた誰？名前は秘密だ。すぐに友達になった2人、しかし友情はいつだって遠回り。もうお前なんか知らねえだ。忘れられない夏が始まる。秩父のキャンプ場へ出発します。キャンプじゃないぜ、キャンプだぜ。海鳥よ、忘れ物ない？テントに寝袋、食材と OK だ。俺もいつでもいいわよ。じゃあ早速出発だ。キャンプは日が暮れるまでが勝負。早めに着くに越したことはないからな。ワンコはどうすんの？シロちゃんダメ。あ、忘れてた。助かったぜ親父。よっ、じいちゃんばあちゃん。気づくの遅いぞ。なんなんだよ、二人揃って突然。夏休みだべ、遊びに来ただよ。メール送っただよ、見てないの？メールなんて来てたっけな。ばあさん、ちゃんと送ったんか？送っただよ、宛先んとこにちゃんと住所入れて。それじゃ届きませんよ。しかもここ未送信のままだんべ。あら、参ったな。俺たちこれからキャンプに行くところなんだよ。え、何？キャンプ？野原さん、お届け物です。ちょうどよかった。田舎から肉や野菜をたーんと送っといただよ。うわー、豪華なバーベキューになりそう。ハンコお願いします。お願いしますじゃないだろう。車も店員オーバーになっちまうし、突然来られても一緒に連れて行くわけにはいかねえよ。あの、ハンコ。あなた。そうじゃな。突然押しかけたオラたちがいけないんだ。じいちゃん。夏なのになぜか冷えるの、おばあさん。心が寒いんじゃ。私がメールを送れなかったばっかりにこんなことに。すみません、ハンコ。はいはいはい、わかりました。パリキャンパー大勢で行くに限るの。結局レンタカーかよ。予定外の出費だし、出発も遅れるし。しんのすけ、じいちゃんとカラオケあんべ。引っ込めじいさん、しんのすけはババと AKB 歌うんだ。雑誌いいよね。よろしい。ひろし、次のサービスエリアに寄ろうよ。グルメが充実してるらしいね。ダメダメ、ただでさえ遅れてるんだ。寄り道なんかしてる時間ねえよ。いいじゃない、お父さんもお母さんも行きたいっておっしゃってるんだから。私そこの限定の早弁食べたいな。自分が食べたいんじゃねえか。さすが母ちゃん、太った腹。太ったのただ余計でしょ。ああ、しょうがねえな。まあ、どこも混んどるの。しんのすけは何が食べたい？あれ、しんのすけどこ行った？え、あ、あそこ。キャー、ひろし楽しみ。しんのすけもあのバカども。何
員のふりするべ。評判通りのグルメ揃いだったね。シロお待たせ。限定のペットフード買ってきたわよ。女子トイレに並んでたとは。結局何も食べられんかった。オラの心がお腹を空かせてる。おトイレ本当に大丈夫なのね。もう何度も聞かないでよ。オラ子供じゃないのよ。いや子供だし。予定より遅れてるし、キャンプ場に着くまでもうどこにも寄らないからな。大丈夫大丈夫。じゃあ出発進行。ナスの進行。キュウリのぬか漬け。はい。ガチャおしっこ。だから大丈夫か聞いたでしょう。いやオラのゾウさんツンデレなもんで。なぜか乗り物に乗った途端急に催すべ。お出かけあるあるだ。そうそう。次のインターチェンジで止まるか。ますます到着が遅くなるな。木ばっかりですな。山道なんだ当たり前だろ。あの木が全部水着のお姉さんだったらな。それは絶景じゃの。いいなわけあるか。でも高速抜けて山道に入ってからだいぶ経つわよね。さっきから同じようなとこ走ってない？大丈夫大丈夫、そのうち着くさ。迷った。やっぱりか。ああ本当ならもうとっくについてる頃だったのに。頼りにならんやつじゃろ。まったく遅れたのは突然来た親父たちのせいでもあるんだからな。いやー広したらカリカリしちゃった。男のやつあたりってやーねえ。もう山は日が暮れるの早いからとっとと着きたかったのに。まあまあ私らもその辺探してみましょう。ちょっと先の道見てきます。あらあのクマさんがいいの？かわいいクマさんだべ。クマが出すぎちゃってクマっちゃう？まあそうそう出るもんじゃねえべ。嘘でしょ。死ぬね死ぬね。オラだよ。恐ろしい。無駄にうろうろすんなジジ。無駄にうろうろしてたわけじゃねえべ。あれを見るべ。いやまさかこんな山の中で懐かしの昭和アイドル水着姿に会えるとは。さすがジちゃん。レトロな感じがたまらんわい。リュウジ。こいつら。あそこに見えるの。あれだよキャンプ場。オラのおかげだべ。ほれオラがいてよかったべ。ですね。偶然だべ。威張るな。オラオラオラまだ大丈夫、まだ。はい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 。かなり山奥なのに混んでるわね。そうだな。たまには自然と触れ合うのもいいもんだ。飽きたでしょっちゅう触れとるべ。景色がいい、空気もうまいな、しんのすけ。うまい、本当にうまいよ。何を褒めてんだお前は。空気のうまいところで食べるカニ線はさらにうまいですな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハマるゲームにチーズ、写真デコ、メール送信、電話も今時ジャススマホ、ジュエルボットマジック。キャモン、不思議な鏡にタッチするとペットの気持ちが分かっちゃう。つないで遊ぼう。スプーンペット親子のドレッサーハウス、こっちもね。カノンもフィットちゃんだよ。昼間はおしゃれなデザインで、
暗い夜道ではピカッと光る安全安心のランドセルなのです。すごいね、アンピカーで安全フィットちゃん。お求めは店頭またはインターネットで。プレミアムフィットちゃんでクリック。オラがスマホのゲームになったぞ。走ってジャンプしてお菓子を取ればいろんなオラに変身。ヤカベ防衛隊も登場するぞ。レイオシンちゃん、嵐を呼ぶ炎のカスカベランナー。武士もスマートフォンを舞台にエヴァの新たなる戦いが始まる。人との戦いの中でシンジが見たものとは。エヴァンゲリオンバトルミッション、武士までもサービスサービス。エヴァ前期発進。日曜日の朝は仮面ライダードライブ。俺はキリコを愛しているようだ。ベルトさん、私は今捕まるわけにはいかないのだ。日曜朝8時。ここが俺たちのテントスペースだ。じゃあ私たちはバーベキューの用意するわね。近くに川があったべ。スイカと野菜冷やしとくか。裏が行く。気をつけてね。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、ふい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 。みんなおいしくなーれー。え、ふい、よいしょ。ジュジュ見ないで。おめえのことは見てねえだ。え、冷やすとうめえよな、特にキュウリなんか。ん、うんうん、ブスライトでキュウッといきたいですな。スイカもあったら最高だべ。おランチのだからあげないよ。遠慮すんなって。いや、してませんけど。しんのすけ、ばあちゃん、ここにいたか。さ、戻るべ。うん、あれ、お、しんのすけ、ちょっとテント張るの手伝ってくれ。え、まずこの棒をテントの穴に通すんだ。おーい。あー、なにこれ。テントって難しい。ほんとね。手が空いてるんでお手伝いします。テント張りの銀ちゃんにお任せあれ。おい、待て待て、ここはこうするんだよ。ヒロシ、美味しいとこ持ってくな。いやー、テントっていいですよね。愛の小部屋って感じで。そうなんですか。意外とは。私たちのテントもしっかりやってね。バーベキュー楽しみ。カレーもあるわよ。キャンプの定番メニューだべ。飯盒で炊く飯がまたうまいんだよな。俺も何か手伝う。何すればいいね。俺も俺も。じゃあ薪を拾ってきてくれよ。もっとキャンプらしくてダイナミックなお仕事ないの。こんな大自然の中なのに地味じゃの。狩りでもするのかよ。薪拾いなんて昭和時代ぶりじゃ。お前ら何言っとんじゃ。いただきます。労働の後の飯はうまいの。ほとんど何もやってねえべ。外で飲むビールも格別にうまい。お外で食べるピーマンは格別にまずい。じいちゃん、じいちゃん、ピーマン食べる。どこにいても好き嫌いは許しません。そうだぞ、しんのすけ、食べなさい。いや、やっぱキャンプはいいな。ほら、川で遊びたい。さっきのお姉さんたちまだいるかな。それが目的か。若い時の思い出作りですよ。そういや、ヒロシが小さい頃川遊びに行った時、カッパに足をつかまれたって泣いて帰ってきたことがあったな。そうなんですか。そんな子供の頃の話、だいたいカッパなんているわけないんだから。カッパー！
カッパってこういうの？驚かせるんじゃねえよ。そうそう、あとこれ持って。なんでキュウリ？カッパはキュウリが大好きなのよ。おお、これがあればカッパさんと友達になれるかな。あ、そういえば川で冷やしてたスイカと野菜取ってくるの忘れとったべ。しょうがないの、オラが取ってくる。オラも行く。カッパさんが釣れるかもしれないし。なんだ二人の声よ。しんのすけ、まさか本当にカッパが。やっぱ父ちゃんビビってる。メモリーオブヒロシインキチブ。すいません、すいません。まったく人騒がせな。ちと調子に乗りすぎたようじゃの。あ、そういえばスイカとお野菜。どこだったかな。お、発見。ほいほいほい。まさかカッパ。思いっきり浅いべさ。お、さっきの。足つくべ。あ、ありがとうございます。どうってことないべ。あの、もう下ろしてくれる？もっと優しく下ろしてよ。注文の多いやつだっぺ。あれあれ、俺のスイカちゃん22歳かっこ独身かっこ閉じが。うわ、スイカちゃん。うわ、そのスイカちゃんオラのですけど。オラが最初から目をつけてたら。でもうちのだもん。証拠があんのか。証拠も強子もあけみもない。しょうがない、このスイカかけて勝負じゃ。なんか納得いかないぞ。嫌ならオラがいただくまでだ。ならしょうがない。決まりだな。そういえばあなたのお名前なんていうの。名前は秘密だ。おうおう、秘密ちゃん、変わったお名前ですな。まあそれでいいだ。で、お前は。野原しんのすけ5歳、春日部在住。好きなおパンツはアクション仮面おパンツ。へえ、しんのすけと。で、何して遊ぶ。遊びじゃない、勝負じゃ勝負。ハンカチ落としは。なんじゃそれ。鬼の人が他の人に気づかれないようにハンカチを落とすの。でも二人だけじゃ面白くない。だったらなぜ言うだ。じゃあ、しりばしり競争。ごめん、人間か。しりばしり競争もダメなら、もうオラ何も思いつくものがない。だったら、相撲はどうだ。え、オラ、相撲が得意なんだ。しんのすけ、スイカをかけてオラと勝負だ。これってもしかして次回に続くパターン。英語で Leave it to me。 父ちゃんテント張って。 Oh, leave it to me。 あなた野菜切るの手伝って。 Oh, leave it to me。 Leave it to me っていうのはね、任せろっていう意味だよ。なんでも俺に Leave it to me。 綺麗なお姉さんは俺に Leave it to me。おいおい、それも俺に Leave it to me。 いやいや、俺に Leave it to me。 Stay。 今夜のあっち
向いてホイは秘密ちゃんと勝負。ホイップルでパティシエデビュー。カラフルなクリームを絞ってカラフルデコって楽しい憧れの三大ケーキも。ホイップルパティシエスイーツデラックスセット。お家で遊べるエアホッケー。よし、白熱バトルで盛り上がれ。スーパーマリオストライクエアホッケーダブルス。彼女の実家の父親はドコモ歴15年です。ドコモ歴15年の父親、そこに気づいていません。特ダネだな。はい、そんなあなたにずっとドコモあり。知らなかった。あの家ネットを引いてますがスマホとセットにしていません。あんなに幸せそうなのにセットにしてないのか。とんでもない特ダネっすね。そんなあなたにドコモ光パック。そうなんですか。タラランチ、タラランチ、大人気タラランチ、タラランチ。ホットモットのドラえもんランチ、ドラミちゃんランチ、カレーかおにぎり、お店で選んでね。楽しいシール付き。タラランチ、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 大人気ホットモットのドラえもんランチ、ドラミちゃんランチ、カレーかおにぎり。楽しいシール付き。もっともっと。私の夢はヘアメイクアーティスト。おしゃれで簡単ヘアアレンジ。アップスタイル、ショートボブ、ツインお団子。かわいいデビューしよう。ヘアメイクアーティスト、コスメアーティストもね。メダルを使ってバトルだ。この一枚にかけて高得点をゲット。やったー、やるじゃんじゃん。人体模型も。みんな準備はいいか。じゃあ行くぞ。あっち向いて。どうだ、当たったか。来週も見てな。スイカをかけて勝負することになったオラたち。そして来週ついに秘密ちゃんの正体が明らかに。夏休み2週連続特別編後編。もしかして秘密ちゃんって。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この後はミュージックステーションだぞ。この後の M ステは福山雅治、 SKE48、 モンゴル800。この後すぐ。美しさはシミを許さない。先端のシミ予防研究から機能型化粧水乳液、ついに完成。美白は白。インテグレイド。ヌーディーにダマクラ化石。どんな目も縦に大きく横に大きく一回り大きな目に見せる罠。ヌーディーグラデアイズ誕生。ラブリーに生きろ。熟カレーがプレミアムになりました。さて何が入っているでしょう。なんか柑橘系。ホタテ。自信あるな。マンゴーは絶対入ってるよこれ。20種の食材で深み極まる。もう隠し味はいりません。プレミアム熟カレー。寝てる間にこんなに汗かいたのか。くそ、今日もこの布団で寝るのか。